ました。いいボールですよね。なかなか今まで見たことないから。初球から打った、左中間破った、サブルナホームに帰ってくる、二塁ランナーもホームに帰ってきた。最後戻した、外完全なボール球だったんですが、バットを振りました太田です。追い込んでいます。見逃し三振、見逃し三振、打球ライトですが、ガーンで来ました柳田悠岐。辛いですよね。そしてセンターに弾き返します。これは高く上がってセンターバックして、これもフェンスの近くだ、当たっている。柳田悠岐はファーストで詰まっている、バックホームは間に合いません。帰ってきましたかい。これもセンター前に運びます。セカンドランナーはサードを回っている。8点目が入りました。強い打球で、これは右中間だぞ。さあ柳田悠岐はチャレンジしていくのか。さあ加速していく、どうだ、タッチはセーフになりました。記録は三塁打ですね。初球打ってセンターの右、打球が抜けていく、満塁のランナー3人がホームに帰ってくる、バッターランナー本田は三塁へ、タイムリースリーベース。ここでフォーク待っていました。ここはフォーク、フォーク抜かれて空振り三振。ピッチャーの横高田がナイスプレーです。29日の対戦で高田からホームランを打っている今宮、ファインプレー。さあセカンドの前のボールになった、高田とって一塁を送ってゲームセット。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー。おめでとうございます。無能な宣言。セカンドの頭の上、2000万達成、一塁ランナー二塁を回る、内川はファーストベースを回るところで手を叩いた。それから岩崎も今は離脱中、ストライク。三振をこの太田切って落としました。マークが上がった、もう前に来ている。上林取ってゲームセット。痛いんですよね。来ました、103キロストレート、決め球、地下空振り三振です。なんと鍵谷に打ち上げて、あっという強豪を見せました。5回をしっかりここまで投げ切りましたピッチャーの鉄。打ってこの当たりはどうだ、伸びはどうだ、伸びはどうだ、どうだ、どうだ、入ったー、ホームラン。100号が出ました、ベストアゲン。
少し慌て入りました。大きな打球だろう。なんとかバックバックバック、テラスに飛び込んでいきました。2度目の先ほどはライトフェンス際、大きな打球でしたが、これはレフトへ引っ張った。打った瞬間それが分かる、逆転のツーランホームラン、スクイズ、貴重な追加点、一塁もセーフ。レフトフォアボール、4回目のバッターボックス、789ぐらいが一番こう精神的に、これも打たせた川島、一塁へゲームセット。もう緩いボールを打たせて、面白いところジャンプして大竹、低めのボールを抑えた。源田は今日はすげえバット三塁線、これは切れません、切れない切れない。ここでちょっと中盤ですかね、雨が激しくなりました。追い込んでさあ、三遊間、バッターは三塁を回る、勝ち越し点がホークスに入りました。松田のタイムリー、さあこれも最後に構えた。
若菜さんもね、はい、一緒に放送しながら、はい、抜いてきました、空振り三振、ダブルスライドがセンターへ伸びる伸びる伸びて、ヤナギタジャンプ、取った、取りました、菊田と回った、落とした、空振り三振、よく苦しいカウントから中田抑えました、落としたバッターどうか、出たか、バッター三振、ライトこれ持っていく持っていく、ライトどうか、入った、クラッシャー、クラッシャー、スパルヨーダー、サヨーダー、パルヨーダー、そして中田健一がこれで100勝目達成、思い出に残る、これ100勝目になりますね、三球三振、今日4つ目の三振、そして吉田は2打席を変えてきた、満点あって、そして最後は153キロまっすぐ、インコースに構えた、三振、打ち上げた、ショートの今宮が取りました、スタート、初球タッチはアウト、さあ、ドッキリ秋山、また下位が送球、これタッチ受け、ランナースタート、源田も走ってくるかどうか、これもあれもスタートだ、下位二塁送球どうか、アウト、また刺しました、下位がまたまた刺しました、今日4つ目粘って13球目打ってなんとかバットに当てたが内野ゴロになった、セカンドゴロ、セカンド正面のゴロ、槙原が勝った本数、11球目打ち上げた、高く上がった内野フライ、中村晃がボールを取ってスリーアウト、試合終了、ホークス勝って7連勝、ゴロッと打球上がった、松田が10番ホームランでした、2枚打たれました、打球上がった、ナイス、下がっていく、下がっていく、松田が2打席連続のホームランでした、今日はホークスマッチ、打ち上げた、ショートが手を上げた、スリーアウト、3対1、スタートが23号、スリーランドでした。これもいい当たりだ、ショート難しいバウンド、高田よく取った、一塁へ飛んだ、差し込まれました、ツーバウンド、ショート西田一塁投球、高いバウンド、ファースト中村がボールを取る、フェアゾーン、バッターランナーにタッチしてスリーアウト、いい当たりだ、まあでもいい感じでしょうね、これでショート
初球から打っていってサード松田空振り三振。ライトへ打球が上がってライト下がって太田下がってスタンドまで届いた。注意したいわ。打ち上げて打ち取ったランディはセカンド川島ボールを取ってスリーアウト。試合終了5対2。ホークスがこのファーストステージ取りました。2勝1レフト線ヒットになる。ランナー1人ホームイン2人の3番バッター川島タイムリーヒットキャッチャー。ホークス逆転に成功。川島今度は森は外打ち上げた。この辺りはどうか。ボール高く当てます。レフトが下がって最後も見上げています。入りました。柳田の一発。先制はホークス。打球の勢いがバーンとしました。プチボット軽いが飛んだ。そしてセカンドベースカバー浅野入った。あーこのセーフ間に合いませんでした。浅野のベースカバー真ん中入った。左中間レフトが間を抜けたヒットになりました。ランナーセカンドランナーファーストランナーも三塁ベースを回ってきます。走者一掃のタイムリーツーベースで3点先制ホーク。セカンドゴロになりました。前進掴んだ一塁一塁アウト。福岡ソフトバンクホークス2年連続日本シリーズ進出を決めました。